カブトビールは1898年から1943年まで製造されていた日本のビール。大正昭和初期の名古屋駅とカブトビールの広告大正時代のカトミのボルビール。株式会社ファンダ工場を1887年に中野ステンの4代目中野又左衛門とそのおいであり後に四季島製パンの創業者となる森田全平が丸ンビール醸造所を設立し、 1889年5月に、マルサンビールを発出化する。1896年に、マルサンビール株式会社として法人化し、1898年10月31日に、愛知県半田市、江ノ木下町に、後に、半田赤レンが建物として整備される工場を新築し、銘柄を株のボルビールに改める。 1900年のパリ万国博覧会で金牌を受賞し、当時は東海地方で最大のシェアを誇った。1906年12月に根塚一郎が譲り受けして、日本第一ビール株式会社となり、1908年にカトミノボルビール株式会社へ改称する。1922年に帝国高専株式会社と日本製、瓶株式会社を併合して、 日本ビール荒金泉株式会社に改称する。1933年7月に第2本ビール株式会社と合併し、1943年に企業整備令の適用でハンダ工場を閉鎖してカブトビールの製造を終了する。カブトビールの名称はビールなどを喉で勢いよく飲む、カブルからカブトに日清戦争後であることから勇ましいカブトの商標を用いた。 など諸説ある。2005年より県内のチビールメーカーによる復刻版が作られており、ハンダ赤レンガ建物の公開時などに販売されている。ありがとうございます。